クロビン・ベルは北アイルランドのロックギタリスト。1970年代から1980年代にかけて人気を博したロックバンド、シン・リジーの創設メンバーである。シン・リジー時代ボディドリーと共演ベルファスト周辺のローカルグループで活動。1966年の9月、10月の2ヶ月間のみ、バン・モリソン率いるゼムのメンバーだったこともある。 1969年にフィル・ライノット、ブライアン・ダウニーと、シン・リジーを結成。シン・リジーのリードギタリストとして、シン・リジー初期のアルバム3枚及び、ヒットシングル、ウィスキー・イン・ザ・ジャーを残した。しかし、シン・リジーの活動は、上昇気流に乗っていたが、様々なプレッシャーが、徐々に、ベルの精神を蝕んでいった。百七十三年の大晦日のコンサートの最中、 空中にギターを放り投げ、アンプを観客席に投げ込んで、嵐のようにステージを去った。彼は後に脱退に関して、未練は全くなかった。自分は病気のため脱退せざるを得なかったと述べた。彼の公認には、ゲイリー・ムーアが抜擢された。1970年代中期には、ジミ・ヘンドリックスの元同僚、ノエル・レディングとのプロジェクトで2枚のアルバムを発表した。 1980年、ジミ・ヘンドリックスに捧げた、ソング・フォー・ジミのレコーディングに、シン・リジーと共に参加。これは2002年2月にリリースされたシン・リジーのコンピレーションアルバム、バガボンズ・キングス・ウォリアーズ・エンジェルスに収録された。1983年には、シン・リジーのファイナルツアーに参加。また、この頃には、 メインスクイーズというブルースロックバンドでも活動し、同バンドは1984年、ボディドリーのヨーロッパツアーでバックを務めた。1990年代後半より、彼のグループ、エリック・ベルバンドでの活動が中心となる。2005年、ゲイリー・ムーアを中心に、ダブリンのポイントシアターで開催されたフィル・ライノット、追悼コンサートザ・ボーイズ、バック・イン・タウンに出演、ウィスキー・イン・ザ・ジャーを演奏した。 この模様は、ワンライトインダブリン、エイトリビュート2フィルライノットというタイトルで DVD としてリリースされた。ありがとうございます。